こんにちは、レイです。 F1 グランプリを開催する世界中のサーキットはその他の多くのサーキットと何が違うのかご存知ですか？日本では昨年 F1 開催30回目を迎えた鈴鹿サーキットが有名ですが、過去には富士スピードウェイや岡山国際サーキットでも F1 が開催されましたよね。では日本のその他のサーキットではF1 は開催できないのでしょうか？実は F1 を開催することができるサーキットにはとても厳しい条件があるんですよ。今回は日本のサーキット事情を見てみたいと思います。 F1 を開催できるサーキットには路面の平坦さ、コース幅、フェンスやガードレールなどあらゆる要素に対して細かい基準が定められています。各サーキットはF1 を運営している FIA の査察を受けてこのような基準を満たしていることを証明しなければなりません。つまり FIA 公認のサーキットでしか F1 の開催はできないのです。現在 FIA 公認の日本のサーキットは十勝スピードウェイ、スポーツランド菅生、ツインリンクもてぎ、富士スピードウェイ、鈴鹿サーキット、岡山国際サーキット、オートポリスの7つとなっています。しかし現実的にこの中で現在 F1 を開催できるのは鈴鹿サーキットと富士スピードウェイの2つのサーキットしかありません。 FIA から認定されるためには3年ごとに FIA の査察を受けてグレード1と呼ばれる規格を満たす必要があります。現在このグレード1規格のサーキットが鈴鹿サーキットと富士スピードウェイなのです。鈴鹿サーキットと富士スピードウェイ同様に F1 の開催が行われてもおかしくないのがオートポリスとスポーツランド菅生かもしれません。大分県日田市にあるオートポリスはもともと F1 開催を行う目的に作られたサーキットなのです。オートポリスは1990年のオープンと同時に1991年までベネトンチームのスポンサーとなっていましたね。1990年のオープニングイベントにはベネトンチームの関係者やドライバーのネルソン・ピケが参列するなど積極的な F1 の誘致活動が行われていました。1991年の10月にはオートポリス初の FIA 公認のスポーツカー世界選手権の最終戦が行われ、ミハエル・シューマッハが出走して優勝を飾っているんですよ。1993年には F1 世界選手権の第3戦アジアグランプリとして開催予定だったのですが、前年の1992年の日本オートポリスの倒産に伴ってキャンセルされてしまい、現在に至るまで F1 開催は実現できていません。またスポーツランド菅生は宮城県柴田郡村田町にある日本のモータースポーツには欠かせないサーキットの一つです。菅生は1975年のオープンから12年後の1987年に大規模な改修が行われ、 FIA 公認のインターナショナルサーキットへと生まれ変わりました。菅生はヤマハ発動機の関連会社が運営していることもあって、ヤマハの F1 エンジンの走行テストも行われていたみたいですね。1991年7月に菅生で行われた全日本 F3000 第6戦には F1 デビュー前のミハエル・シューマッハが参戦していたんですよ。当時からすでに将来の F1 チャンピオンと言われていたミハエル・シューマッハはヨーロッパの F3000 ではなく菅生の全日本 F3000 戦に参戦していたのです。1996年には弟のラルフ・シューマッハが日本のレースにフルシーズン参戦しましたが、この時の経験をもとにミハエルが助言したからだと言われているようですね。その後シューマッハ兄弟の F1 での活躍ぶりは日本での経験が生かされてるかもしれませんね。もし F1 が開催できれば毎年じゃなくてもそのサーキットのある町には相当な経済効果が見込めるでしょう。 F1 以外でも大阪などで市街地コースが検討されていますが、様々な問題がクリアできればぜひ開催してほしいですよね。 F1 じゃなくても F3 のマカオグランプリのようになれたら日本のレース界はさらに世界から注目されるでしょうね。
でも、F1 日本グランプリといえば、やっぱり鈴鹿は外せませんよね。他のサーキットも見たいけど、贅沢な悩みですね。皆さんは日本での新たなサーキットでの F1 開催についてどう思いますか？でもやっぱり日本のいろいろなところで開催すれば F1 を見る人も増えると思うんですよね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。またねー。